セブンイレブンが0時をお知らせします。ライルの逃亡へ。三鷹市のラジオネーム、ハゲヘル兄さんの弟さんからです。あ、カバちゃんかと思ったら若鶏の唐揚げでした。ひでぇ、ひでぇ、小坂君だよ。わー、こんばんは、小坂一樹です。こんばんは、関根勤です。ありがとうございます。さあ、リニューアル1回目の小坂君ですけどね、どうですか。なんとなく全盛期に戻ったようなこのオープニングいいね、絶叫から入ったし、ね、テンポがいいでしょ。いい。なんてかちょっと今までの半分しかないですから、ね、そうなんだよ。巻いていかないと。倍喋ればさ、今までのボリュームが入るわけだよ。要するに聞き終わった後、あれ中身同じなぐらいに思ってほしいんですよ。だからね、バストがね、 D カップでも B カップになっちゃったわけ今。そうなの。詰めれば入るんです。そう。あとかえって横パイが出て魅力的なんです。あと D って言っても鳩胸の人もいますから。そうですね。でクリップルって言った鳩。あ、鳩がクリップル。クリップルダメだよ。どうしても手と首が一緒に連動しちゃう。じゃあ首を押さえちゃう。歩けない。それぐらいですね。どんどんもう思いつきで喋ってますけど、ね、あのまあ思いつきで喋れるってことはね、うん、あんまり日本的には褒められませんけど、はい、あのすごいことだと思います。まあ一応アドリブということですよね。それはやっぱりね、ラビを信用してるからですよ。ありがとうございます。信用金庫です。信用されております。あの何をしても帰ってくるから、ね、大口よりもですね、中小企業の皆様とお付き合いしております。信用金庫でございます。ありかも信用してるわけです。何でもやってくれると思う。はい、シュワッチ何ポーでほらやね、そう最後何なのポーが言えるようになった。そうなんです。これ10年かかったこれ10年かかった。長かったね。さあ、というわけで今週からはリニューアルでございまして、HBC、山形放送、北日本放送、 CBC の皆さんも、綺麗な音聞いていただけるんじゃないと思っておりますね。そういう言い方でよろしいんでございましょうか。はい、さあそれではこっちのリニューアルらしいんですけど、杉良太郎さんが、はい、9月29日で、君は人のために死ねるかを、リニューアル発売する。今年はリニューアル濃縮版で深夜0時から放送中。どれくらい中身が濃くなったかというと、おふにゃ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 。こんなことで24年やってます。小田銀城局いろいろご紹介しますけど、はい、オープニングであのライルの遠吠えで紹介したね、あの、うん、カバちゃんかと思ったら若鶏の唐揚げだった。これ差し上げます。何かあげましょう。オープニングに選ばれたら今度からあげます。あの古着もいっぱいありますね。あの来てください。僕の場合古着って言っても新しい新着もあります、ね、ほとんど新しい。やめて言わないで妻に怒られるから。あの放送撮ってないのがあるらしい、ね、初めて開けた、ね、値札ついてるの。値札は間に合う。いいね。品川区のさなぎさん、小田銀城局いただきました。先週の金曜日、はい、品川プリンスシネマの喫茶店でラビーらしき人を見ました。俺だよ。あ、そう、うん、自分は火事911を見に行っていて、うん、会場時間が来たのでレジに向かおうとした時に、あれラビーかなと思い、テーブルの前でしばらく立ち止まって伺っていましたが、その人はバンヘルシングかなんかのパンフレットを一心不乱に見続けていました。そうですか、バンヘルシング見たの。バンヘルシングを見たのね、なんかパンフレット見てた。見てたかな。2メートルぐらいの距離だそうです。あ、そう、うん、あとあの新しくあのキャットウーマンとか あの辺のも置いてあったんで、うん、それからあとあのスティーブン・キングとあの人でジョニー・デップ、そう、あれのも見てたんですよ。あ、じゃあこれラビーですね。僕ですね。あ、さなぎさん、ラビーです。僕です。はい。映画面白かったですかって。あれはね、面白かったですよ。あのね、ヒュージャックマンなんですよ、バンヘルシングって。そうそうそう。で、うちの娘がヒュージャックマンのもう大ファンで。ヒュージャックマンいいね。でもヒュージャックマン見ろ見ろって言って。それで、もう前売り券買ってたんですよ。うん。ちょっと俺と女房で。うん。それで、あの、3時に俺が先に、3時ちょっと前に着いたのかな。あの、それで、あの、見たら、あ、6時の回見るよりも3時の回の方がいいなと電話して女房と待ち合わせたんですよ。うん、で、ふろふろしてたら、あの、喫茶店がありましたね、あそこシネ、うん、あの、シネマの前に。うん、松崎しげるさんが、お、いきなり。最初はサンコンさんかと思ったんだけど。あ、黒いから。日本語上手いなと思ったら松崎さん。赤いじゃん。お、そうつって。お、松崎さん、映画見に来たんですか。そうなんだよ。何見たんですか。あら、俺はさ、ほら、だからさ、大レンジャーとかなんかやってるでしょ。なんだっけ、あそこ。ゴレンジャーみたいな赤レンジャーみたいな。ああ。え？
デカレンジャー。デカレンジャーだ。デカを大と覚えちゃったんだ。デカレンジャーなんだよ。子供と二人だからっつって。あ、小さいから。小さいから。ああ、そっか。愛のメモリーもね。いいね。愛のファミリーね。愛の甘い、甘い香りなんて歌ってた人もね。うん、ちゃんとね、子供とね。結晶としてね。だってあの人、絶対そういうタイプの人じゃん。結晶とちゃんとさ、デカレンジャー見るよ。そうそうって言うさ。奥さん綺麗だったよ。奥さんはまだ愛のメモリー、光線出してた。うるさい。あの、マン・ヘルシングの、うん、彼、ヒュージャックマン。うん。この間、見たけど、素晴らしい。好青年ね。クイズ的な人で、お母さんを愛してんの。うん。あの、アクターズスタジオのお母さんがいて、びっくりして、ママです。ママです。これでさ、ニューヨークの、うちの女房がさ、あの一緒に行ってさ、あ、見てきたの？そう、舞台は見てないんだけど、マリが出待ちするって、ずっと一緒に、来る時と出待ちがあるんだけど、うん、でまあ、来た時にこうずっとビデオ回してたの。で、彼がズボン、ヒュージャックマンが帽子かぶって T シャツで、あの、劇場入りするわけ。劇場入りするときに、ちゃんと中入ってから、その枠に入るんですよ、まず。いやー、つって。で、10分ぐらい、拍手したり、サインしたり。うん、そう、いい人なんだ、あの人。で、若いのに。で、マリはもう手出して、はーい、つって、握手してもらって、で、もう喜んじゃって。うん。でも、かっこいいね、でもね、でね、ミーハーな人、っていうか、その、まだもう3時いくでしょ、うん、だから、普段も大人だから、ギャーンとか言って押したりしないわけ。うん、みんなで、ヒューヒューヒューって言って、ああ、また来てくれたのみたいなね。うん、それ全部や、ほとんどの人に握手してサインして、じゃあ行ってきますって入ってった。偉い。それ見てね、うん、エルトン・ジョンなんだと台湾で。なんか、なんとか豚だとか言ってたらしいね。そうそう。また台湾ってすごいんですよ。台湾はね、一番強いんですよ、あの、マスコミが、カメラが。おうおう、だからマスコミに逆らっちゃいけないんです。僕は超アジアリーグやってましたから。あれで、木村拓哉くんが行って、バーって来たんで、びっくりしちゃって、うわ、なんだなんだっつってこうやったら、もう次の新聞に、木村拓哉どういうことなんだっつって、あいきだって書かれたから、香取慎吾くんはもう、はーい、慎吾でーすっつって、皆さんこんにちはってやって。聞いてないとわかんないもんな。そうなのよ。だから多分エルトン・ジョンにも情報が入ってなかったと思う。そうだな。で、俺はだからそれずっとニュースで自分の番組でやってたから台湾行った時にも、はいっつってさ、カメラがまだずっと回ってんのよ。空港出ても回ってるから、ずっと。大評判だね。今でも台湾じゃ。ずっとやってたわけ。関根さんが素晴らしい。ずっとやってたの。そしたら超アジア流のカメラだったの、日本のスタッフ。関根さんもいいですよって言われて。いや、偉い。でも、偉い。一生懸命やってんのがいいよ。それはいいこと言って。早く言ってよだね。台湾のカメラのクルーなんか来てなかった、ほとんど。さあ、こちら、ラジオネーム、マカロン77さんですね。私は、9月26日のゴスペラーズライブ千秋楽に行ってきました、はい。最終日なだけに誰が来るかなと思いましたが、なんと超有名芸能人が。そうです。いつも 120% のムックンです。そう、ラビーと行ったんです。ね。と一緒に行きました。ライブが始まる少し前に会場がざわめくと同時に、ほぼ全員が総立ち状態。誰誰へのささやきが飛び交う中、ようやく小坂井さんらしいわよと情報が入ってきて、私のテンションはぐくっと上がりました。不思議だったよね。座ってしばらくしてからだよね。そう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 。ほらね、5000人いるから、だだだだって、俺、誰が、それで聞こえてんだろうと思って。で、小坂井くんほら、髪が白いから、わかりやすかったんですよ。で、小坂井くん、小坂井くんだ、小坂井くんだっつって、拍手。あの、復帰おめでとうっていう。みんな拍手してくれたんだ。だから、しょうがないから中腰で、挨拶したのよ。うん。次俺の番かなと思ったら、もう拍手になりやがる。いやまあそれはいいんですけどもね。そうなんだよ。でもね、ラグビーということもあってすごく盛り上がりました、うん。メンバーもエネルギーを出し切ってもう在庫がありません。そう言ってたね。言ってたね。59本全都道府県やったんだ。59本ですよ。私はリーダーや黒沢さんと同じですが、ライブの後のあの疲れっぷりを考えると3時間半ものライブをやるんだってすごいですねと。ちなみにライブが終わった後、SP に囲まれて会場を出るところを拝見することができましたが。違うよ、あれ。うちの事務所の人と、フォーラムの人が案内してくれたんですよ。私の知っているムックンとは同一事務所とは思えないほど爽やかでしたよ。すいません。外面いいんですよ。外面男ですから。さすが超一流芸能人、いろんな顔持ってるんだなと、やだね。思いました。ゴスペラーズのファンになったのは、実は黒沢さんが小崎リスナーだったことがきっかけでしたと。あ、その後ね、楽屋も行きました。これは川越の、あ、ね、言いましたね。もう、
みんなね、充実感の顔してたね。すごい。半年だって。すごいよ。これ本音だと思うよ、途中の MC で言ったら。もう勘弁してくれって思いました。思ったって言ってたよね。北山くんだっけ。でもやっぱさ、すごいね。全然、声が、それで声が出てないとかじゃないもんね。スカーンって声出てたし、ね。いい声。歌うまい。ゴスペラーズってさ、うん、こんなの言ったら怒られちゃうけど、うん、珍しいと思ったのは、全員がうまいでしょ。そうなのよ。あの、コーラス、全員がメインボーカル取れるでしょ。そうなんだよ。あのね、普通はコーラスの人、あの、音が取れるんだけど、うん、あの、いわゆるボーカルになると。そう、ボーカルになると味わいがちょっとね、少し乏しい人いるんだけど。ゴスペラーズはみんなね、全員がうまいの。で、被ってないの。そうなの。キャラクターが。世界が違う。素晴らしいね。ああ。それでね、上脱いでたんだよね、今って言ったら黒沢君。うん。あの、ちょいムチ親父だったよね。あ、やらしい体。いい体しててね。あれはちょっとね、奥さん、あの日は大変だったんですよ。そう。綺麗に日焼けしててなんかね。で、俺チラチラね、黒沢君の胸板見ちゃって、黒沢君も見てるなって顔してたんで、今度はあの、ごめん、ゆっくり見せてください。いい体してたね。やっぱあんだけ胸板があるから、いい声が出るんだよ。だって、基礎だよ、不基礎。金、半年。金使ってたんだろう。いい声だ、声だなぁ。いい声だ。びっくりしたわ。キーボードのお姉さんが、エッチポカッタイした。うん、あの、ポカッタイいらないと思いますね。顔で言うとどのぐらい？バカじゃない。行きましょう。次、埼玉の鶴ちゃんです。はい、ダンディーな皆さん、こんばんは。はい、こんばんは。先日、藤井隆さんのコンサート見に行ったんですが、あ、みんなやってんだね。開演前のアナウンスに聞こえのある声が。関根さんが、桃井かおりさんからのお知らせですと言うと、清水美津子さんが真似で、携帯電話の社名はいけませんなどの会場での注意事項を言ってくれたと思うんですが、お二人の交互に繰り出すモノマネが楽しくて、内容はあまり覚えていません。関根さん、声の登場嬉しかったです。ありがとうございました。ああ、どうもありがとうございます。あ、藤井くんの。はい。あの、いわゆる始まる前の？そうです。あの、携帯電話のこととか、それとかなんとかってことを、普通の声でやるよりは、二人でモノマネでやってくださいって言われて。あ、そう、そういうのさ、うん、あの、やっぱり普通の声も、まあ、もちろんしょうがないんだけど、うん、あの、なんか、三宅さんとか、ディレクターが三宅さんだったりすると、やるよね。うん。あの、柳沢慎吾君の時は僕と慎吾君。そうそうそう。うん。でも、僕たちも、おもろおもろとかやって、みんな笑ってくるんだよね。そうそうだ、藤井君のファンだってさ、やっぱお笑い好きな人だから、笑ってくれるし。笑ってもらえるけど、あれマジだね。どこでやっちゃうとしらけちゃうんだよ。だから、それ難しいよね。あと、聞いてない人多いんだよね。うん。さあって。ね。聞いてれば切るんだから、全部。うん。ね、うちもよくなるんだけど。この番組もよくラビーのメールあー。ごめんなさい。ちょっと軽くネタにしてるんですか。いや嘘だよ。一つ以上柴田康盛君。あ、来てるよ。ラビー見ましたよ。25日の TBS バック転スペシャルの関根勤めに一度はやってほしかった輪島のモノマネでガッツリ始末を騙せるのか。これがこないって言ったちょっときつい仕事が続いたってやつ。そうそうそう。最初ラビーは不安がっていましたが、電話でラビーが輪島こいつですと言った瞬間、ガッツさんが輪島さんとすっかり本物だと信じてしまい、どんどん話が進んでいきました。またガッツさんはこれまで絹田スタジオを絹田スタジオと言うんだよ。勘違いして話しており、まさにガッツ伝説です。しかもスムーズに世田谷のタリーズコーヒーに呼び出すことに成功し、そこのオープンカフェでパンケーキをコーヒーをかき混ぜる小さなプラスチックのスプーンで食べていました。最後はラビは背後から近づき正体をバラしたんですが、ガッツさんは、輪島さん随分変わったねと言い始めたので、TBS の川田アクアナウンサーが改めて説明すると、ガッツさんはラビを、山田隆夫さんと言っていました。ひどすぎる。ガッツさんは、ガッツさんってさ、あの、一時期の清六さんのような、あの、今そうだね。触れないっていう、触っちゃったら、自然に止まるまでも何もできないっていうやつですね。面白い。だって怖かったんだ。鬼怒川さん。いや、タリーズコーヒーね、なかなか最初わかんなかったのよ。編集でカットしてあるんだけど、タリーズコーヒーって何なの？で、トリーズ？トリーズ？トリーズコーヒー？なんとかなんとかつって。あの、じゃあマネージャーに聞けばわかんねえつって。マネージャー知ってるからつって言った。あ、じゃあマネージャーに言えば聞くから、じゃあ、小島さん、じゃあ、つって。すごいんだよな、きっと。でもその間にも、ちゃんと、編集でね、もう時間がないからカットしてたけど、和島さん、最近の若いのどうなのって聞くってさ、ちゃんとボクシング界のことも心配してんのと俺言われたから、いやー、最近の若いのガッツなくてさ、
うん、つったら、でも真島さん、そんなこと言わないで長い目で見てあげないとダメだよ、かわいそうだよ、つって。あ、いいこと言ってんな。俺その時に、あ、ガッツさんってやっぱりちゃんとしてる人だと思った。うん、そういうところは。でも、絹田スタジオなんだと思った。絹川さん。遠いねー。どうだ。絹田スタジオやだね。外で待っててって言ったら、着いたんで、外で電話したの。外で待っててよ、って言ったの。その息開けて。ああ。で、今、風強いよ。台風28号来てるからさ、ちょっと18号。15増やしちゃった。大物。まあ大丈夫だけどね。台風だってことが分かればいいんだから。うん。あ、でも、そういうとこもちらっと出してほしいね、やっぱり、テレビ的には。そう。あ、やっぱり、自分のこう、ボクシング界のことすごい考えてんだとかね。うん。そうするとメリハリつくのにね。そう。それはそんなにすごいのに、うん。絹川スタジオって言ってるっていうね。そのギャップがね。でもまあ面白いところで抽出しちゃうんだよね。ああ、またテレビはしょうがないか。そう。うん。横須賀の石川純一くん。なんとあのスーパージャイアンツが CS のチャンネル猫で10月に全9作放映するそうです。あ、俺んち見れるチャンネル猫見よう。全9作しかないんだ。そうしかないんだ。ああ。これは猫ファンタスティック映画祭という企画の一つです。うん。見よう見よう。あのさ、俺思い違いかな。住宅街をね、うん。って言って歩く化け物が出てきたからなんだよ。で、消火器で死んじゃう。あ、俺見た、ね。消火器。消火器で死んじゃうの。シャーっとおばあちゃんでしょ。おばあちゃんみたいな。そうそうそう。夜さ、シュッ。怖かったんだよ。俺ね、6歳ぐらいで見たんだよ、俺。俺、ほんとにね、もう、あれもう、多分おしっこ出てたんだよ。俺、4、5歳だね、じゃあ。うん。俺、あのね、今でも見たんだよ。元ヤマトの映画が出てきたんだよ。怖くてさ、全9作。チャンネル猫、皆さんチェックして、ね。あと宇宙怪人だよな。俺怖かった。俺怖くて怖くてさ、で、45ぐらいで見たら笑っちゃってさ、全然怖くないの。その、シェッシェって おばあちゃんも今度見たら笑っちゃうのかな。多分怖くないと思うんだよ。そうかな。俺ミイラ男も怖かったんだ。恐怖のミイラ男も怖かったでしょ。俺もこケーブルで見たらさ、笑っちゃった。大笑いしちゃった。全然怖くないよ、今。人たちの芝居がつまり。1980年代小崎の話題をさらった、スチュワーデス物語、少女に何が起こったかの、うん、大映ドラマが、DVD に出るんだ。出るんだよ。実は私は、宇津井さんが小崎にゲストに来た時、まとめに達郎は何者なんですかと質問し、うん、私もよくわからないんですと答えていたんですが、実は私はまとめに達郎の正体を知っています。え？なんでだよ。なんで？宇津井さんが知らないのに。実は少女に何が起こったの最終回で永田博之さん演じる音楽学校の教長が、うん、裏口入学をやっている証拠をつかむため、うん、検察官の宇津井さんと刑事の石田哲夫さんが潜入捜査をしていたことを明かし、薄汚いシンデレラといったことを詫びるシーンが出てきます。うん、リスナーの皆さん DVD を見て確認してください。あ、そっちも出るんだ。そう、そっちはです。物語と少女に何が起こったか。出ます。物語買いたいなぁ。俺あの時さ、本当皆さん、あのスチュワーデス物語ファンの方には悪いんですけども、ビデオ撮っといて家帰って大笑いしてたんだよ。いや、みんな笑ってたじゃないか。俺笑ったんだ。本当に笑えるドラマなかったわ。仲間ですと言え。俺は共感って踊ったりするんだよ。そう、突然俺おかしくてさ。今大テレビってあんまり撮ってないの？もうああいうことしてないよね。もっとやってほしいね。そうなんだよ。ラビに聞いたんだけど、もっともっとって言うんでしょ。そうなんだって。もっとオーバーにやってくれ。そう。だからもう、宇津井さんとか、それからあと、松尾さんにも聞いた、松尾さんかな、あと、前田金さんに聞いたんだけど、そんなんじゃダメなんだって、普通の演技じゃ。もっとやんなきゃダメだって。例えば、普通に、えっていう。えっていうんじゃダメなんだって。ぐらいやんないとダメなんだって。オーケーが出ない。出ないんだって。だんだん自分で麻痺していくから、うん、それでいいと思っちゃう。素晴らしいよね。うん、大テレビってやっぱ一つこう流れを作ったもんな。うん、大テレビの研究なんても出てたもんね。面白かったよ。ぜひまた新作もお待ち遠しいとこですけど。うん、はい。古代情曲新しい情報もお待ちしてます。郵便番号1078066 TBS ラジオ小崎電話で届きます。意味ねえ。どこで誰が何をした。さあ、皆さんからどこで誰が何をしたの、いろいろそれぞれの反響をいただきまして、僕らがそれを、まあ、シャッフルする形でアトランダムに読んでいきます、うん、つまりどこで誰が何をって3つ書いてもらってますけども、僕らは1枚の反響はどこで、1枚の反響は誰がしか言いません。何をしたか。だから組み合わせは皆さんがくれた分だけできます。天文学的です。それではまず行ってみましょう、うん、どうぞ。1回目なんで、まず僕の方からいきます、うん、いただきます。
辞書は後で3枚揃って。いきます。どこでチベットの山の中で誰がコンセントで充電中の楠田恵理子が何をした。バルさんを耐えて娘が大事にしているスズムシを全滅させたんだ。おお、すごいね。誰の娘なの。ロボットかな。これは七星の里見高春くん、亀田悟くん、足立区篠志、奥田芳生くんの総合作品でした。はい、じゃあ上から僕も撮ります。はい。体育館の裏で。体育館の裏でいいね。パンチラ奉行がいいね。泣きながらシーツを噛んだ。ちょっとやらしくないか、これ。なんか。それはね、全部里見くんです、これ。ね。偶然。それ、僕の中学の時の話みたいな。あ、ほんとだ。こうやって、これ、パンツ見せてくれる子がいてさ。いいなぁ。俺、逆。中学の時に、俺の股間をずーっとこうやって、あの、わざと見る子がいたの。女の子で。うん。今だとほっとかないでしょ。大変だ今だと。バカじゃん。少し否定しておくれないと俺だって困るよ。股間パンチだよ。これあげましょう。これあげましょう。いきます。うん。御殿場で。御殿場。うん。ミラ・ジョボビッチが。いいね、ミラ・ジョボビッチね。自分のデコシワで大根おろしを作って食べた。もう、これは違う人じゃない。違う人だよ。ミラジョボビッチじゃなくて。デコシは出ないだろ、まだ。これも亀田悟くん、暴れソムリエくん、亀田悟くんの作品でした。はい、どんどん行きましょう。まずはどこでですね。シベリア超特急の中で、誰がスーパージャイアンツの格好をしたカルセール・マキさんが。見たいね。何をしたんだ。何をしたんだ。尻を振ってろうそくの火を消した。うますぎるな、これ。これ本当にアトランタムに読んでるんだけど。これ、伊藤隆弘くんと、奥田義雄くんと、これが、犬ビームくんです。これ、シベリア超特急のシーンでありそうじゃん。ありそうだね、これ。ね、次に入れてほしいね、これ。じゃあ、私いきますね。はい。六本木ヒルズで。おお。はい。うまいですね。え、ベリーなんだとか映画かな、うん。コンビニのおっぴろげ店長が。向かいにあるからね。このおっぴろげ店長が何をしたかというと、鎖サバで2階を増築した。どこの2階よ。六本木レスの2階ってどこだよ。コンビニね。どこの2階、森ビルの方なの。足立区の亀田悟君と、ナイトギャング君と渡辺純一君の合作です。はい。お願いします。どこで、ストロング混合の家で。うん。渋いね、みんな。誰が、ネグリジェ姿の、加藤豪が。うん。何をしたんだ。何をしたの。ちょっと。もう一回読むからね。読めないんだ。どこで、うん、どうした、うん、どこだ、ストロング混合の家で。うん。誰が、ネグリジェ姿の加藤豪が。うん。何をした。私は、女優よと叫びながら、骨付き肉にかぶりついた。そうじゃないの。なんだこれ、ぴったりじゃん。だけストロング金剛さんと加藤豪で、私は女優よだよ。ちょっとまずいだろう。骨付き肉にかぶりついたんだよ。まずいだろう。それ別の意味もあるだろうな。暴れソムリエ君、暴れソムリエ君と亀田悟君です。あの、たまに素人さんは、真相をつくことがあるんですけど。最後とか最後あ、最後、最後いきます。エベレストの山頂で、はい、ひょっとこのお面をかぶった A 六助さん、おお、ノーランズの尻を舐め回すように見た。じゃあエベレストにノーランズも行ってたんだね。行ってたんだね。ケツでけんでノーランズ見たんでしょ。でっかいで、ま、松坂で見た。松坂で見たの。はい、毎週これやらせてもらいますんで、ね、あ、これ、はい、山田渡君と森康之君、亀田悟君です。はい、はい、これ今の最後ですか。はい、そうですか、残念だな。ちょっとだけ、ちょっと、はい、もしかしたら、ああ、そっか。なるほどね。来週も。来週もお待ちしてます。意味ねえとこで誰が何をした。コタキンで、わーお。コタキンはリニューアル、濃縮版で深夜0時から放送中。どれくらい中身が濃くなったかというと、おふにゃ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 。えいっつー。ふり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 。ほれ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 。ほらめっぴよー。こんなことで24年やってます。
君の CD 大作戦ドドンってきますんでよろしくどうぞお願いします。なぜかって最初に言ったでしょ、1時間しかないんだよでもねスタジオにいると2時間分は喋ってるんだディレクターがいやいや半分切ってるんです、よろしく年末にはね切っちゃったのをまとめて放送しようと思います。ああ、ああ使えないとことかねいいね、そしたら5時間ぐらい埋まるじゃん、時間が高いじゃないか。山本市の佐藤正弘君の作品、佐藤正弘さん、今年の運動会のリレーの時バックに流れていそうな曲ベスト33位、ジャニーズ、これこれやってた東京都、俺これの俺聞くとねリレーの人あのこっち何着とか持ってく役やった時思い出すんだよな、あと土の匂い、ああ、うん、2位、サンプラザさん二十何キロ減量したから、ね、痩せちゃったなぁ、走るんだよね、うん、運動会のリレーの時バックに流れていそうな曲今年1位は、走るよハム太郎オーイエー台無し、せっかく可愛い歌だった、本当に下手だなぁ視聴者柴田康森くん、柴田です、今年出回る新しいお札のテーマ曲、あそうだよね、ベスト3、3位、1万円札、福沢諭吉のテーマ、変わらん、うん、僕らの時代まだ聖徳太子でありましたからね、聖徳太子は聖徳太子に最近会ってないねとか言ってそう聖徳太子1名とか今年でまあ新しいお札のテーマ、2位は5000札、樋口一葉のテーマ、また比べている、竹比べだからね、なるほどね、股を比べてるんじゃないですよ小関さん、股で切ってあるから糸が別のことになってしまいますよ、で本当にイミテーションゴールドだって、うまいね今年出回る新しいお札の1位、千円札の野口英世のテーマ、レッドゲーム、野口英世さんは加藤義男さんに似てるから。こういう昔の話。いいよね。加藤さん似てるよ。加藤さんのずるいヒント好きだから。いいね。天地房子さんもっとずるかった。キャンプ、焚き火、あたしまつ。花火、リバリバーン。まだってね。あれであれだよね。おかえさん結婚したんだもんね。あ、バクさんと結婚して。連想ゲームだろうね。連想家庭ということです。よくわからない。そうで。のしろしの渡辺俊一くん。なべじん。新グループの名前ベスト3。うん。3位、有川くんと南條玲子さんで。知らないよ。なんだよ、それ。新グループの名前に、肉じゃがと里芋の煮っころがしで。似たもの同士。なるほど。うまい、うまい。うん、両方うまいね。1位は、円楽師匠と藤田誠さんで。僕らはうまい。ひでえ、うまっ、これあげようよ目が笑ってないよ、まあ、どっちが年上なんだろうな、円楽さんだろうな、円楽さんの上かね、うん、札幌の渡部祐介くん、渡部祐、井上陽水さんが有名人を見て質問しました、ベスト33位、浅岡幸二さんに質問、何ですか、これ胸を見て何ですかと、何なん、これは何なんですかだよね、それは何なんですかいや、あの、インドパンの何ですかそういうことだよね。だから、インドパンの何なんですかねってことだよね。いや、何ですかああ。この間またムルゲラ、ね、ムルゲラにちまかった。うまいよね。また。2位、宇津井さんに質問しました。食い物ですか、食いって。食いのものですか、うん、じゃ食いが、食いなんですかそれは。うん。ね食いじゃないけど、クイックイとか言うこと。バーク1位、花輪に対して、井上陽水さん。まだまだ差が好きですか、これうまい。うまい。これは、これうまいですね。商店だったらもらえるな。うん。持ってって、山田くんちょっと一枚やってって。楽太郎さんあたりがこれを言った後、やっただろって顔して。あげましょう、これあげます。ね、商店のさ、円楽さんってさ、うん、あの、もう一言なんかあってもいいのにさ、ガ
笑点今日はこれでに。そう。すごい早く終わる。早いよな。買い場食いてんだろ。買い場。何買い場って。札幌の渡部祐介くん。当たり。浅岡幸二さんの一人鳥人間コンテスト。え？浅岡幸二さんの一人鳥人間コンテストベスト3。うん、3位、カモメ。おちち、おしろげ。おちち、かめかせ。飛んで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 。ってことは横に広げてるってことかも。うん。2位、ヘリコプター。おちち、おちち、回って回って回って回る。ひどすぎるよね。浅岡幸二さんの一人鳥人間コンテスト1位、人間ロケット。おちち、を伸ばせ、そして楽しみよう。かじゃん。このね、一人に鳥人間コンテストっていうところであげます。この発想で。でもこういうの言うと。津川さんに怒られちゃう。いや、雅彦さんに聞かせられない。え、すごい色っぽいよね。若い頃知り合いたかったよ。スケベ。ナシロシの渡辺仁一くんです。ナベジュン。ウサギ VS コブラ VS 三つ穴グマのバトルロイヤルにセリフをつけましょう。ウサギを見つけたコブラ。やっと会えたね。ああよかった。ウサギは。で、かっちゃった。助けて。コブラは。とりゃー。毒が回ったウサギ。ああ。そこに偶然取り掛かった三つ穴グマが。ん？コブラ。で、かっちゃった。奪い取ったウサギを食べちゃった三つ穴グマ。ん？コブラ。で、かっちゃった。いや、あ、でも、あ、今、あ、でも、うわ。三つ穴グマ。とりゃー。コブラ。どうして、どうしてこういうことが、俺の身の回りに起きるんだ。いつも、いつもだよ。三つ穴グマ。バリ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 だから、その、全くないっていうことじゃないんだけど、一回は失神はするんだけども、回復する力がある。野生だよ。野生だね。これは強いね。すごいね。本当にすごいしか言えません。はい、ありがとうございました。郵便番号107-8066、TBS ラジオ小崎んでも。ファックスは東京 03-3586-2065、 東京 03-3586-2065。 E メールは小崎 @tbs.co.jp でお願いします。小崎んで、わーお。小崎はリニューアル濃縮版で深夜0時から放送中。どれくらい中身が濃くなったかというと、おふにゃ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 、えいっちゅー、ふり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 、ほれ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 、ぽろみっぴゅー。こんなことで24年やってます。ライルの逃亡へ。それでは最初のお話からいきます。わらび市のペンネームネベッチ星人くんです。あ、ライブドアの人だ。ちょっとホエザルに似てる。あ、風間森夫さんにちょっと。あ、昔金八先生みたいな食べてたね。あ、そうなんだ。大学生の頃ね、ベンチャー企業を立ち上げた頃。練馬区の太田沢義久くんです。釈由美子と仲間行方に寂しげに見つめられたら、僕もうダメです。何で告白してるの。ああ、仲間圭ちゃんに見つめられちゃったらちょっと。ちょっともう逆らえないね。三つ穴グマになっちゃうな。そうな。三鷹市のハゲヘル兄さんの弟。はい。敵に回したら面倒くさそうだぞ、アビルユー。ああ、怖いかもしれない。
優しい子だけどね、うん、うん、付き合いたいんだよね。そうだと同い年だよ。3ヶ月限定で付き合いたいんだ。なんでだよ。1年付き合うと引きずり回されてボロボロになりそうだから。変に生々しいんだよ。想像が。墨田区の犬ビームくんです。王より飛車を可愛がるのは飛車があまりにもかっちょいいからさ。かっこいいんだよな。俺大手飛車取りってやられた時に飛車守ったことあるもん。ああ、そう。やっぱりさ、開けましょうこれ。やっぱりさ、今までよく言うけど、アクション映画とか悪役がかっこよくないと、そうなの。つまんないよ。うん。あ、どれだけ悪か。そう。ね、うん、憎めるか。なおかつかっこいいかね。そうだから、ダイハードもそうだしさ、うん、ダーティーハリー1も、うわ、悪い本当悪い。あいつもう俺殺していいと思ったもん。ああ、暴力刑事だ、暴力刑事。ワンズあの幼稚園中、痛いって、あ、スクールバスで、うわー、あの橋の上にハリーが立ってる、かっこいいよね。そうなんだ。そうなんです。生きるんですよ、主役が。いいもんがね。ほら、スターウォーズのダースベイダーがいい。あ、いいね。ね、俺スター、もうほんとダースベイダーかっこいいと思った。弟子になるならダースベイダーそう、ダークサイドの、ね、うん、だここら辺もダークサイド。そうそう、そうそう、うん、はい、絶叫のライブのとこへもお待ちしております。コサキンでわーお。コサキンはリニューアル濃縮版で深夜0時から放送中。どれくらい中身が濃くなったかというと、おふにゃ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 、えいっちゅー、ふり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 、ほれ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 、ボロミピュー。こんなことで24年やってます。小崎ヤング部2-4劇場、肋骨マニアです。中島です。シュクです。肋骨マニアです。よろしくお願いします。はい、お願いします。いやー、ということなんですけどね、うん、突然なんですけど、はい、僕ね、結婚したいんですけど、理想の女って分かんないんだよね。ああ、自分ではね。そうそうそう、うん、俺はね、うん、長年中島のことを見てるから、うん、理想の奥さんのイメージがはっきり分かる。本当？うん、自分では分かんないもんだからさ。だったらさ、うん、いつ結婚してもいいように、俺が可愛い奥さんをやるから、結婚生活も練習してみれば。本当に？うん、じゃあ俺仕事から帰ってきたところがやる。うん、あ、オッケー。いやー、今日も仕事疲れたな。ガチャ、ただいま。わー、なんでだよお前、それ宿は龍一じゃん。いや、俺の理想の女性はそんな人じゃないから。ごめん。え？ポケットで飼っているサソリが予想外に刺してきたもんで。でも大丈夫？何やってんのね。オッケー、大丈夫。オッケーじゃないでしょ。いや、もうじゃあいいや。うん、普通さ、夫が帰ってきたらさ、奥さんがさ、ほら、定番の言葉あんじゃん。あー、あれね。あるでしょ、うん、いいから早くやり直してもらえる。こっちのセリフだよ、ね、うん、あ、今日も疲れたな。ガチャ。ただいまー。はい、あなた、お帰りなさい。ご飯にする？それとも、お風呂にする？そういうの、俺帰ってるから、ご飯で。今日はあなたの好きな焼き魚。ああ、大好物でございます。私は丸3日間何にも食べてないの。水も飲めない地獄の苦しみってわかる？はーい、あんして。食いづれよ。もういいや、もういいや、それお風呂行こう、お風呂。私は丸3日間お風呂に入ってないの。シャワーも浴びれない地獄の苦しみってわかる？何やってたの？シャワー浴びる時間ぐらいあるんでしょ。もう先に浴びてきて。じゃあでは、お言葉に甘えて。いや、甘えるとこじゃないから。ガラガラ、宿は超 NG ゾーン。好きな4文字熟語は、あれオムライス。おかしいな、ちょっと開けるぞ。ガラガラ。おい、何浴びてんだよ。浴びる湯でーす。お嫁に来ちゃった。まだ結婚してなかったのかよ。いい感じしろ。どうも、ありがとうございました。キャスティングです。いいね、キャスティングね。来ましたよ、福岡県のルー柴犬さん。あ、今ね、 DVD もまた出ましたからね。スターウォーズお、キャスティング、昔のクラシックのです。クラシックのいいね。ハンソロん、星野仙一、ハリソンフォードちょっと似てるもんね。チューバッカうん、ウド鈴木。お、いいな。いいよいいよ。レイア姫うん、マツケン。それちょっと急に変わっちゃった。ジャバザハット、おう、中尾明さん。おい、いいじゃん、松木さん以外はいいじゃん。お前は許さないんだよ。ジャバザハットだよ。ルークスカイウォーカー、もう主人公ね。リュークサイエスカイウォーカー、ちょっとC3PO、 うん、今
あ、何ですか、私は翻訳機ですよ。小雪さん。いいじゃん。いいいいいい。R2D2。うん。天地真理さん。ひぃーって。それひで。ヨーダ。うん。増田明美さん。あ、似てる。宮崎貴一さんでもいいとこと。そういうこと。当面の時ね。うん。引きん時ね。ジョージ・ルーカス、監督ですね。うん、近所のアゴ犬のダブついたスコッチテリア。最後は悪くしない。ダース・ベイダー。ダース・ベイダーほら。ああラビ憧れた。憧れた俺。東野修さん。ボーボーボーって。何言ってるかわからない。あ、でも一応ダークサイドだもんな、あの人。あの、デッドボールはって、チャーさ。ああ。結構変化球とか。ダークサイドだと。のけとらしちゃ三振とか。ちょっと汚いですか。あ、そうなの？そうそうそう。相模原市の村上敦史君。嫌な白い巨頭のキャスティング。お、いいね。財前教授。うん。ルーオシバ。やだなぁ。里見助教授。うん。えぐっちゃってるやつね。いつもこっからの菊池君。やだ絶対違うタイプ。絶対財前より嫌なタイプ。でも俺見たいな、これ。どういう巨頭だ。これあげようよ、これ。見たくねぇ。俺は見てぇなぁ。セイコーさん、さあ行きましょう。バックトゥザフューチャー。うん。意味ねキャスティング。うん。マーティー・マクフライ。マイクル・ジー・フォックスね。うん、マイクル・ジー・フォックス。ヒッ、タッキー。いいじゃん。竹田秀明君。いいね。うん。ブラウン博士。お博士。滝田栄さん。まあちょっとな。なんか、あんだけど、エキセントリックの演技できるかな。でも妙に作り込んでくるかもしれない。ああ、ちょっとな。マーティーのお母さん。うん。矢田明子さん。おいいね。マーティーのお父さん、高橋克実さん。おお、まあまあいいね。いじめっ子のビーフ。うん。小倉一郎。体つきが似てるから似てないじゃない。似てないじゃん。あれ逆じゃないかよ。ビフお父さん役じゃないか。ビフはいい男。でかいんだよ。そうだよ。はい、ありがとうございます。長澤たけし君、札幌市。うん。これもラビ好きなスチュワーデス物語のキャスティングが来ました。あ、いいですね。堀ちえみさん。お、主役。天地真理さんにします。バカじゃねえの。天地さんが年取ってんじゃねえの。なっちゃってんの。だから、パースター物語です。その後だよな。風間森夫さん。うん。マントヒーがやります。ヒーと。できもう。片平凪田さん、佐藤舞子ちゃんがやります。もう赤返っちゃってる。これだから、あの、撮りたくない監督が、これ出せば撮らなくていいって言われるんだろうって、出したら通っちゃうから。え？取るんですか？これあげよう、くだらないよ。休めると思ったのに。浜田さんってどういうことなの？今日、10年ぐらい先輩の役になっちゃうね。そうだよ。私前の頃はね。もっと言う柏市の浅野明子さん。うん、冬のそなた日本版のキャスティング。多いね。チェジュ。こんなの。菅野美穂。菅野美穂ちゃんいい。ペヨンジュン。うん。宿和隆一。見たくない。俺は見たいよ。俺は見たいけど、チャンスだよ。一般の人は見ないな。パク・ヨンハ、大鶴義丹。ひでぇ。パク・ヨンハの父、クスロイチロー。なんでだよ。雪だるま、キャシー中島と三平。ひどい。歌、ルー大芝。見たくない。メヨンジェンのマフラー、小倉一郎。バカじゃないの？これあげよう。浦安の官邸陳長君。水戸顧問できます。うん。助さん。うん。木村拓也。お、いいね。角さん、坂口健二。お、これはもう一人、これはすごいな。これは取れるな。まずこれ、取材がすごいよね。これでまあ15ぐらい行くだろう。バクさん。大和田バク。いや、ちょっと。バクさんっていないし。何、バクさん。ヌギさん。脱ぐ人ね。島田陽子。もう、見たくねえよ、で、尾崎清彦さん。なんだよ、それ。もみあげ。ばっかじゃねえの、これ。逆じゃない。これあげようよ。もう、見どころも書いてねえじゃん。肝心な主役がいない。見どころも書いてない。水戸さんは、里見孝太郎さんのままだってことだよ。ままなのか。うん。そうか。でもさ、里見さんの後ってもういないでしょ。誰がいいんだろう、もし里見さんがいないだろう。まだ。黄門様。いや、誰か立てるんじゃないの、それなりに。誰がいい？徐々に年取っていくからさ。誰がいいんだろう。渡辺謙さんとか。渡辺謙さん。ああ。あと20年ぐらいしたら。そうか。あ、そうか、そうか。いらっしゃるか。いるんだよ。
松平さんなんかもやりたいんじゃない。あ、松平さん今51だから、ね、あと10年したら杉さんも。あ、杉さん、杉さん、杉さん昔杉さんですよ、ね、そう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 。札幌の長澤武さん、うん、いたいた、いっぱいいるんだ、うん、微妙な日本版スターウォーズ、うん、ルークスカイウォーカー国広富幸さん、ちょっと似てんだよな。レイヤ姫さつきみどりさん、ちょっと年いっちゃってるな。ハンソロ江守徹さん、ちょっと年がちょっとこれ次のスターウォーズじゃないな。エピソード8とかな、そのぐらいじゃないの。ずいぶんこれ上だぜみんな。ダース・ベイダー、うん、これ変に納得したんだけど、うん、これだけで僕あげたいんだけど、うん、松岡キッコさんちょっと納得するでしょ。ちょっとね、うん、谷隼人さんが、あの、うろうろ、ダーン、ダーン、ダーン、あげよう、これ。ダーン、ダーン、谷さんが逃げてる。乳首を押さえながら逃げてる、黒乳首を。いじめないで。隼人さん、私、私にもあるんだよ、乳首って。札幌の長澤大輔君。怪物くん行きます。うん、怪物くん、えなりかずきくん。ああ、はいはいはい。これ、かわいい。ちょっと、実写版。なりそうだね。うん。ドラキュラ、榎本隆明さん。いいでしょ。いいね、いい。狼男、加山雄三さん。あ、いい、毛深いからね。フランケン、島田久作さん。いいじゃん。これ撮ってほしいね。これいいね。うん。ただ、雄三さんが OK するから。いいし、忙しいと思う。フランケン。フランケン。狼男。あ、狼男。やるかもよ。島田さんはね、やるよ、だって。うん。やらせてもらいます。うん、初めだから。初めだからって言い方だよね、あれ。川崎の29歳主婦。さあ行きましょう。これですね。ハリウッド実写版水戸黄門。最近ハリウッドはもうね、アジアに注目してますよ。そうですよ。水戸黄門を変えてやるかもしれないよ。いや、いいね。身分を隠してる偉い人だな、いいんだもんね。あ、そうだよ。黄門さんはショーン・コネリー。ほら、これ見たい。これも映画会社が、ノーって言わない。企画書で。スケさん、ジュードロー。いいね。カクさん、サムエル・エル・ジャクソン。これいい。ね、これ見たい。風車の足。おー。ジェットリー。いいでしょ、いいでしょ、うん。うっかり始め。うん。ローワン・アトキンソン。いいでしょ、ここいいでしょ。いい。悪代官、アラン・リックマン。いい。いいでしょ、ダイハードの人だよ。そうだよ、アラン・リックマン。悪い人。悪代官操る黒幕。うん。無駄よ、うん。ジャック・ニコルソン。これ見たいな。これ見たいでしょ、見たい。ユミ・カオルさん。うん、デミームーア、理由、体型変えてないから、整形でってやめてください。最後悪口。ユミさんは違うよ。呼吸法だよ。デミームーアちょっとの年だろう。でも、これちょっと、江戸時代ってことじゃなくしたらさ、ああちょっと、うん、中世の王様が、そうだね、あ、いいね。隠してさ、いいね。ジュードロー。ロンドンとかな。ある、いや、あらゆる世代呼べるでしょう、これ。いいね。ねえ。監督誰がいいかな、これ、ここまで来たら。キャメロン、うん、キャメロン、ヨブスキャメロン、うん、おシザーハンズの人、監督、そう、ティム・バートン、ティム・バートンです。ティム・バートンだとドロドロしくやるね。ティム・バートンも出てこねえな。ティム・バートンの思い方をちょっと今作っちゃおう。今ね、今、うん、あれだな、ティム・ティム・リー、ティム・ティム・リーだから、あのあと煙突掃除屋さんのバートンと覚えられた。ティム・バートンの方がいいじゃん。難しい。バートングリップだったよ、確かに。越谷の情熱10分天国くん。ウォーターボーイズ2のキャスティング。うん。アテネオリンピック絶叫版です。ウォーが室伏広治。うん。ターが福原愛ちゃん。うん。ボー、いててずーが、棒高跳びの棒と間違えられていきなり竿をわしづかみされた宇津井さんの叫び。気になるフィクション。よ、フィクションってより嘘だよね。妖怪人間ベムのキャスティング。うん、ベム松方弘樹。あ、いいね。ベラ柴崎浩。いいね。ベロ爆笑問題田中くん。お、いいじゃん。ベソ劇団一人。ベソなんて言うの？泣いてるから。ベトッとしてるやつ祝。ベタッとしてるやつラビーにつけまとう菊池くん。吉田くん。意味でキャスティング、奥田智弘くん岐阜県。沈黙の聖戦。うん。スティーブ・セガール、うん、沈黙シリーズですね、うん、新しいやつですね。金宇津井健、木本木正宏、野瀬野瀬恵子、伊仙一世尾形。もう何でミレッチ君言葉遊びですよ。ミスター・ビーンのキャスティング、おミスター・ビーン、うん、宇津井健さん、ミスター・ビーンだから。バカじゃないの。
これあげようよ。これあげよう。ミスター・ビーン、俺が作ったキャスティングでは久米宏さんがいない。なぜかというと時間があるから。え、時間があるから。余って取れるから。そう、時間が取れる。桜島はラストサムライ。日本版のキャスティング。うん。ラストサムライ、藤岡弘さん。いいね。バストサムライ、浅岡由紀さん。そんなの出てこないの。ダストサムライ、宇津井健さん。バカじゃないの。うまい。これもでもうまい。あげよう。あげよう。面白いね。さあ、来週は、ユミネ新ユニットを行きます。おう、丸山隆之くん、港区の子が考えてくれました。高島正宏と大貞治がユニット組んで、ナフナとナボナ。バカ。ナフナって、いたね、ナフナ。カーリー西条とキャッシー中島さんがユニット組みました。うん。ジュゴン姉妹。うまい。すげえな。うまいな。じゃあ出るときいつも水槽がないから。大変だよ、水って重いから。そんなマジにこうやって考えなくてもいいんですけど。再来週、年再来週。再来週はこちら。ハローチツー君、桜氏が考えてくれました。意味ね、新曲のタイトル。おぉ。例えば、有名人がもし歌手デビューするとしたら、どんなタイトルがいいでしょうか。あ、いいね。ルー大柴さんの新曲、モニター目線で I love you。 ああ。穂坂直樹さんの新曲、うん、名残父。よしなさい、ばっかりじゃん。割と、あの人はサバサバしてるんだよ、男らしく。穂坂さんの新曲、今バラエティ。バラエティが多いから微妙についてて皮肉がきつくていいですね。わが気持ちしてます。早口のもうエンディングです。さあ、今週 MVA はですね、いつどこで誰が新しいコーナーでちょっと僕が読めなくなったんで、やっぱりあんだけ読めなくなったんですから、捧げなきゃいけないと思います。そうですね。函館の北島、あ、函館の哀れソムリエ君が、どこで誰が、何をしたは亀田悟君、新しくで、ストロング金剛の家で、ネグリジェ姿の加藤豪が、私は女優よと叫びながら、骨付き肉にかぶりついた。うまい、これは。暴れソムリエ君と亀田君に差し上げまーす。小崎福袋はですね、小崎の古着と小崎グッズ詰め合わせでございます。ありがとうございます。さあ、全てのおはがきの宛先、郵便番号 107-8066 TBS ラジオ小崎。ではファックスは東京 03-3586-2065、 東京 03-3586-2065。 e メールは小崎 @tbs.co.jp で届きます。ホームページもリニューアルしてますんで覗いてみてください。そうですね、TBS から入ってもいいですよ。 TBS で作品検索すると出てくるんで、それを押すとラジオだーっていっぱい出てきますよ。ラジオって番組へ小崎ってやると出てきます。小崎でワオですか。はい、たまにこうアクセスが多いと読み込みが遅くてあーんって思って何度も押しちゃうとあのコンピューター困っちゃうんで、よろしく。それは僕がやってることです。それではまた来週お会いしましょう。リニューアルどうでしたでしょうか。じゃあ有田君どうぞ。はい、せーの、タッハッ。うん、今日石井さん負けたね。はい、どうしたの。上位含めて意識した。